大宮です。ふみです。わてみです。今回やる企画、はい、くじ引き引いてローカル駅でアホバチック天国をやってきたいと思います。はい、スタッフに呼び出されて今、はい、新宿に集合してるわけなんですけど、すね、はい、ここにね、くじ引きで、はい、いろんな駅の名前がほんまに書いてありますと、はい、引いて、はい、そこに今から行って学歴を聞くという企画、はい、やっていきたいと思います、まあ、前回盛り上がりましたからね。さあじゃあ行きましょうか、はい、今回はどこだ。せーの、ババン。神社おい、まあまあ、西武線やないか。もう高級なエリア、比較的。いやちょっと高級感出してるけど全然やかまあ西武線自体が貧乏路線なんで、はい、気になるわ、はい、公園とかもありますね。でかいと思いますよ、はい、でも、はいはい、じゃあ行きましょう早速、はい、分かって TV。 はい、神石寺駅やってきました、はい、いやいや待て待て、漢字にローカルやね。ローカルですよこれは。ここの町の学歴、はい、今から聞いていきましょう。はい、はい、神石寺駅なんか紹介みたいなのあったんで、ね、アニメ発祥の地練馬区らしいわ、どこ。マクロスの制作を行ってるスタジオヌエ、神石寺ということで、ここね、マクロスの街ということで、はいはい、ちょっと B 山ちょっと一曲アニメソング歌えてください、いける。空にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z。 歌唱力 Z よ。いや、おいやめろお前、おいマジンガー Z 僕好きなんで、はい、いやジェネギャすぎるだろ。ジェネギャすぎるか。見て見て、おい早稲田学院、そう実はあるやん。早稲田学院はもうほぼ早稲田に行きます。早稲田の付属系の中でも優秀です、はい、あ優秀な方や、ね、優秀です、めちゃめちゃ優秀です。早稲田を膝元、膝元です、はい、はいはい、町のお兄さん見つけました、はい、地元の方ですか。この間引っ越してきたところで、引っ越してきたところ、ね、はい、どうですか住み心地は。どうですか、いいとこ教えてください。神石寺の公園が多くて、あ子供がいるんですけど、あれパパ、お父さん、あら、進路とかもね考えないといけない。まだ2歳なんで。2歳、早いだろ。最近引っ越してきて生まれたみたいな感じだ。通ってた大学学部教えてもらってもいいですか。理工学部です。大学はどちら。横浜国立。横国パパ、そういうイメージなんですか神石寺。いや全然ほんまにここね今日ランダムに来てるんで、はいはい、高学歴がいるかも分かんないんすよ。そうなんす。そしたらもういきなり横国来たんで、ねえすごい当たりっすね。当たりでしょ、はい、高校とかどこっすか。出身茨城なんです。茨城、宮本一緒や。水戸第一。え、水戸一。やばい、ちょっとこれはひれ伏さないといけない。茨城の仕事、はい、ちょっと下手第一高校、はい、水戸一本当に行きたかったっすね。水戸一から横国って第一志望じゃないんじゃん。おマジっすか。正直後期で受かりました。ですよね、ほら。前期どこっすか。東京工業大学。うわ、東工大。東工大ね。ただの横国生じゃない。お仕事は何されてるんですか。確かに何系から。地方公務員。地方公務員。神石寺手堅い方が多い。手堅い。手堅いなぁ。税金でぬくぬく暮らしてる。お、やめろ。言い方悪いだろ。神石寺の床屋さんありましたね。あなたの町の床屋さん。おら。安い、早い、丁寧。数学できひんくせに。ベンズみたいな使ってやんねんけど。やめろお前。床屋がベンズ使うな。やかましいお前。いいやろ別に。お前そこで切ってるやろお前どうせ。違う。安いやろ、全員買ったやろお前。あの、床屋ばかりしてることがある。いやちょっと確かに自分で安いって言うてるからだって。一応俺オーシャン東京ってとこ行ってるんですけど。いやマジでお前豚に信じやぞ。はい、上石寺で男の子見つけました、はい、地元の方ですか。地元というか、はい、家が近いです。あ家近い。お兄さんは今大学生。高校生。高校生か。じゃあ通ってる高校教えてもらって。芝高校。芝食い気味の芝。いやいや別に。何してるんですか今。あ友達と今から遊びに行くつもりで新宿とか原宿とか回ろうかなって感じだったんですけど。おお5時前なんすけど。はい、今から原宿。いや一応女友達もいて。うえ、芝高校女の子でも絡むんや。塾とかで知り合ったりとか。女子校の子、はい、どこから来るんですか。何高校。あ慶応と。うえ、慶応女子の子来る。はい、うえ、芝舐められんちゃう。芝舐められんちゃう。やめろお前。他には、はい、強引です、ね。ご三家。おお、これは舐められるかもしれない。はい、でうちの塾インテリ系みたいな。インテリ系の塾。通ってる塾聞いてもいいですか。あグノーブルです。おグノーブル。英語のグノーブル。英語のグノーブル、はいはい、エンジョイ勢って言われます。エンジョイ勢。鉄力界はそういう雰囲気じゃないけど、うん、グノーブルは結構わちゃわちゃ系なんやろ。そうですね。グノーブルでのびのびとね。はい、芝高校がのびのびしとったらどこも受からんぞ。やかましいお前。そんなことないだろお前。どこ目指してるんですか。東大で。東大。おお。やはり、数学の先生目指してて。あ、数学教師。はいはいはい、いいね。憧れの先生とかいるんですか。あ、います。お、誰ですか。白石先生。白石先生何先生。はい、高校の、はい。あ、高校の先生が憧れで。頭は特徴的で。おお。はい。ハゲで。言うな、大丈夫か。じゃあ、いじってないよね。尊敬してるね。尊敬してるね。抱えてるしね。僕、なんか、モノマネでなんか、いろいろブレイクしてて、校外学習やるんですけど。
あ、はいはいはい、の夜のフェスティバルで、夜の僕モノマネショーをやることに。おら、すごい、ちょっと 見たろか俺ら、ね、ちょっと白石先生のモノマネ、じゃあ白石先生のモノマネを見たるわ、はいはい、それではこれお願いします。はい、あ、いないのは、あ、全員いますね。芝高校爆笑だやろな、まあ、爆笑だよねこれね。はい、はい、男の子見つけました。はい、ハーフとかですか。ハーフです。こちらの国、イタリアと。イタリア、情熱の国や。センターチリ100点なんですけど、はい、イタリア、南部にタラントっていう製鉄所があります。はい、はい、センター世界史98点なんですけど、はい、イタリア、はい、ムストリーニが統治してました。おお、はい、ファシズム。ファシズムです、はい、ファシズムの時代切り取るなよ。はい、そうですね、あんまりよくない、ね、あえて切り取るなよ。まあまあまあ、今住んでる。そうですね。 お兄さん、通ってた大学、学部教えてもらってもいいですか。不思議な大学行ったんですよ。来年ぐらい多分潰れるらしいんですけど、ロシア大学っていう。ロシアどういうこと。ロシアの大学が日本にあるんです。あ、そうなんや。なんですよ。それが函館に唯一あって、函館にあるロシア大学に行ってたんや。そうそうそう、それ偏差値はなんぼとかわかります。いや、もうそういう次元じゃない。いやいや、ボーダーフリーってことでいいですか。もうボーダーフリーだ。ロシアの、うん、一応大学なんですか。一応ウラジオストクに本校がある。ウラジオストクに本校がある。潰れるとかあれですか。ロシアとウクライナの戦争も関わってくるんですかね。関係ないですね。関係ない。あ、シンプルに新入生が少ない。なんでそれ知ったんですか。むしろそんなのあるって。もともと東海大学にいて。あ、そうなんすか。東海大の何学部。政治。あ、東海大の政治経済学部。東海政経有名ですよ、はい、で、そこからなぜそこに興味を持ったんですか。もともとロシアに留学行きたかったんですよ。あ、そうなんすね。ちょうど戦争が始まって、留学行けないならもうしょうがねえわと思って、ロシア気分味わえた。いや、まあまあどうなんだ。函館の大学で、うん、まあまあですね。あ、わかった。今、東京来て。今も完全にフリーターっす。フリーター。あ、そうなんですね。僕も YouTube 始めて。あら、そうなんですか。宣伝仕事は全然。タワマン出家っていう。タワマン出家。タワマン出家、どんな、はい、どういう意味なんですか。今3畳一間とも言えない、もう本当に今3人が立ってる場所ぐらいのところに住んでる。すごい。沖の鳥島に住んでる。いやいや、確かに。いや、そう。はい、2人で住んでて、そこから抜け出してタワマンに行こうっていう、まあ、あ、そういう成功ストーリー。そういうことね。はいはいはい。家庭をじゃお届けしてるわけです。YouTube で。そういうことです。結論、永遠に無理です。やめろよ。よかましいよ、お前。本当にお前。はい、マッチョな男の子見つけました。いや、すごい。ジム終わりですか。そうさ、ここでアルバイトしてて。ああ、はいはい、ジムの方、はいはいね、今は大学生、はい、大学4年生です。4年生、はい、通ってる大学、学部教えてもらっていいですか。中央大学文学部です。中央の文部。いや、なんだよお前。ジムで鍛える前に頭鍛えろ。やめろおい。おお、上石寺が地元っすか。練馬が地元です。あ、練馬が地元で、上石寺どんな町っすか。食べ物屋さんは結構多いっす。お、そうなんや。有名な中華料理があっちにあったり。中華料理屋有名な、ちょっと行きたい ね、はい、あんまりそこまでこれっていうものはない。主役不在。やめろお前。気になるのが、はい、やっぱ中央の文ってマーチのそこなんじゃないか。中央文学部のさ、英語の長文短すぎちゃう。僕それで決めました。やめろお前。最低点低いところになるのか。低くて、ね、あ、哲学か。哲学興味ないんすね。全然興味ない。やめろ。気になるのが、はい、就職いいのかどうかっていうところです。4年生やもんね。そうそうそう。どうすか、ちょっと就活ね。就職活動は今、うん、一応終わってて。終わってる。なるほど。一社受けてそこが受かったので。1分の1。そうっすね。すごい強いやん。どういう系の企業ですか。ホテル業界ですね。はい、アッパーホテルで折り鶴つる来る人。いや違う。あ、違う。感謝の気持ちを込めてるんだよ、一応な。アパカレー作る人かじゃん。いや違うだろ、お前。アパ社長カレーあるな、あれね。従業員もどういう気持ちで作ったのか分からんぞ、お前、ね。どういう気持ちで。そう、美味しいです、あれ、ね。美味しいの、ね。美味しいです。はい、周りはどう、周りは。苦労してる人もいれば、うん、公務員になる人がもしかしたら。ああ、確かに。ね、確かに。しかも文学部とかやったら確かに多いね。教員も多いね。うん、就職活動みたいなしてる人が、うん、あんまり周りにめっちゃいるかって言うと、うん、そうでもなくて。中央大就活以前の話なんや。やめろ、お前。ジムのアルバイトされてるってことで、確かに。ちょっとお互いの体、ボディチェックとか、うん、どうですか。何でもやるの。どうすか、僕の体、なんか見たい部分とかあったら見せますし。胸触ってもらって。はいはい、お願いします。はい、どうすか。おお、どうすか。でも本当に才能の塊だと思って。あれ、どういうこと。大きくなろうと思ってもここまで大きくなれない。逆にこれで絞ったらめちゃめちゃかっこいい体になると思う。はあ、いいですね。でも絞るのは。焼きにさせてやった。何の話だよお前。ビーヤマーもね、さっき鍛えてんのよ。鍛えてるんで、はい、全然僕よりもめっちゃいい体されてますよ。はい、どうよ。お、こんな褒めんなよ。すごい。え、そう。腕がすごいっすよ。え、感動する。右の方とかね。え、いや、してすんだよ。おいおい。おお。え、
めちゃめちゃすごいっすわ。どうや俺のここ空いてますよ。ここで働いてる人のあれよりもいいっす。マジでやった本当にやった。点数つけてくださいよ。70点ぐらい。わかりました。すごい優しい。中央の文学優しい。女性の皆さん興味あればここ空いてますよ。さっきのね中央大生が上尺寺一うまいって言ってた一円さん、はい、ちょっとグルメでも堪能しましょうか。ジャンボ餃子らしいんで聞いていきましょう。何用かな。うわ、結構いいの見たんだけど。はい、おかずに単品のチャーハン。おー、はいはい。はい、チャーハンね。めっちゃうまそう。いただきます。めっちゃパラパラ。うん、教習小力ぐらいパラパラ。いやいや、違う方だろお前、それなんだよ。俺フルサッサ大したもんだ。いや、やかましい。おー、うまい。でかっ。 B 山ぐらいでかいですよ、これは。はい、じゃあ、いただきたいと思います。これね、名物、ジャンボ餃子。はい、うまんま。うん、え、だいぶでかいっす。うん、食べ応えしっかり。一つ星大学の数学ぐらい歯応えがある、これ。うん、聞き応えあるな、だいぶ。聞き応えあるわな、こういってへんけどな。お前僕取ってもいいっすか、一応。やります、オムチャーハンビールです。女の子見つけました。地元の方なんですよね。はい、はい、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。武蔵野大学の薬学部。武蔵野の薬学部の下の方。やめろやかましいよお前。武蔵野大あるあるなんか1個もらえないですか。コンビニがちっちゃいから、うん、レジ込みがち。武蔵野大はコンビニのレジで並ぶぐらいがちょうどいい。やかましいよお前。どういうことやねお前。はい、女の子見つけました。はい、はい、社会人、大学生。社会人。社会人、はい、出身大学、学部教えてもらっていいですか。学習院、学習院大学。 G マーチの G、はい、学習院の方はもう上尺寺とか来られるんですね。なんかちょっと高貴なイメージがあるんで。あ、学習院って上尺寺に G が出た、はい、あ、やめろお前、バカたれよお前。今日なんで上尺寺に。ずっとここら辺に住んでる。あ、地元の方ですね。はい、上尺寺の魅力ちょっと教えてもらってもいいですか。はい。ないっすもんね、魅力なんか。やめろお前、おい、バカされる。そういう感じだったけどね。はい、そうね。お仕事は何、芸能お仕事やられてるんですか。あ、損保。お、そう、保険。あ、すごい、保険。保険レディー。学習院で、え、入試数学使ったんですか。全く使ってない。あ、損保の計算できないっすね。やめろお前、おい。恋愛事情とかどうですか。あ、そういう上尺寺の女の子の恋愛事情気になるでしょう。彼氏はいます。おい、一緒に住んでるとか。別々ですけど、はい、一緒に住もうっていう話。わお、あ、いいですね。いいですね。同棲したらね、お互いの嫌なとことかめちゃめちゃ出てきますから ね、まあね、うん、多分別れるんでしょう。やめろもう。ひがむなよお前、自分がいないからって。元カノとね、同棲してたんですよ、うん、あ、同棲してたの。僕のマンションでね。関西外大の、関西、京都外大の、京都外大の女と同棲してたんですけど、はい、うん、同棲してるとやっぱね、うん、鬱陶しくなってくるんすよね。どの口が言うとるんよお前。でも今一人で寝るのが寂しいです。寂しいね。だから高田文と一緒に寝たいから、はい、同棲したい方募集してますんで。というわけでやってきました、くじ引き引いて出たローカル駅でアホマチック天国、はい、上尺寺編、はい、マーチとかその辺が多かったっすか今日は。ですね、はい、はい、でまあいろいろ思い出話聞けたり、はい、ちょっと心ときめく話聞けたり、ね、まあ、結構面白かったです、はい、町の偏差値は57ぐらい、まあ、ぐらいですかね。上げてもいいですかね。はい、はい、ですね、はい、ハイスペックはあまりなかったですけども。はい、まあまあそこそこいい町ということで、まあ中流家庭が多かったです、ね、やかましいわ、ね。はい、皆さんもね、はい、上尺寺来てください、はい、チャンネル登録、評価、 SNS のフォローも絶対します。じゃあ今日バイ。 Bye.